杉浦実る大は、北海道帯広市出身のプロ野球選手。宇藤右内ち。北海道日本ハムファイターズ所属。妻は、フリーアナウンサーのコ野ノア小学校3年生から野球を始め、中学時代は、南式野球部に所属していた。野球と並行して、中学時代までアイスホッケー選手としても活躍した。 帯広大家高等学校野球部3年時には決勝まで進んだ。しかし、決勝で後に大学でチームメイトとなる柿田竜は礼をする旭川大学高等学校に敗れ、甲子園出場はならなかった。その後、プロ志望届を提出したが、指名漏れとなる。国学院大学時代高校卒業後は、東都大学野球連盟に加盟する。 国学院大学に進学。公式野球部では、武田俊明の指導を受ける。2年の春季リーグ戦から試合に出場したが、チームはリーグ戦優勝の翌期に再開、入れ替え戦にも敗北した。2年周季は出番がなかったが、3年春季からエース格となり、2部で3勝に完封を記録し、2部優勝に貢献した。日本大学との入れ替え戦では、 国学院が1戦目敗戦の後、2戦目に先発登板し関東勝利。1勝1敗のタイに持ち込んだ3戦目は4から4の同点で迎えた7回表の途中からリリーフ登板。7回裏にチームが勝ち越し、8回表に1点差まで迫られたが、後続を断ち、接戦を逃げ切り、勝利投手となり、3期ぶりの一部復帰を決めている。 一部復帰した3年周期は一部の投手の中で最長となる48回に3イニングを投げ2完封を含む4勝を挙げた。この頃には日々のトレーニングにより球速が高校時代と比較し10キロ以上もアップ。長いリーチを生かしたゆったりとしたフォームで時速140キロメートル台後半のキレのある直球と多彩な変化球で注目を浴び、 ドラフト1位候補の逸材と評された。4年春季は怪我もあり、成績を落としたが、リーグ戦後には、第39回日米大学野球選手権、大会日本代表に選出されている。4年秋季には、かきた竜と左右の W エースを形成。リーグ戦後半まで、アジア大学との熾烈な優勝争いを演じ、チームの躍進とニ位フ上に大きく貢献した。 東都大学野球一部リーグでは、通算22試合に登板し12勝7敗、防御率1.84。2013年度ドラフト会議で、それぞれ松勇気、大瀬良大地を外した福岡ソフトバンクホークス、東京ヤクルトスワローズの2球団に指名され、抽選の末ヤクルトが、交渉権を獲得。12月2日に契約金1億円プラスでき高、払い。 年報1500万円で契約した。背番号は18。2014年は即戦力として期待されたがキャンプ中に右肘を痛め、離脱。その後の検査で右肘じ体帯を断裂していたことがわかり、開幕は絶望となった。手術を受けずにリハビリに励み、7月21日のに軍戦で実戦復帰し、 9月10日の横浜 DNA ベイスターズ戦でプロ初登板、初先発。6回を4安打に失点9奪三振と、高騰したが、打線の援護に恵まれず、敗戦投手となった。9月24日の広島東洋カープ戦で3、本塁打を浴びながらも5回を投げ切り、自らのタイムリーを含む、大量の援護点もあって、プロ初勝利を挙げた。また、この試合でバッテリーを組み、 一本塁打を含む3安打4打点で勝利に貢献した西田明夫は北海道の北小高出身で高校時代の杉浦とは練習試合で対戦経験があった。2014年シーズンの当番は4試合のみだったが23イニングで28奪三振と能力の片鱗を見せた。2015年はキャンプから期待を受け開幕から先発ローテーションに入った。 開幕3戦目の先発を任されるも、その試合から援護に見放され3連敗を喫する。そして4月末に、肘の違和感から登録を抹消され長期離脱。9月に1軍に復帰すると、阪神戦で、チームが一度も黒星をつけていない、藤浪慎太郎との投げ合いを演じ、勝ち星はつかなかったが高騰し、チームの勝利につなげる活躍を見せた。続く、中日戦では、 シーズン初勝利を挙げて、チームの優勝マジック1とするなど、最後の2先発で結果を残した。日本シリーズでは、第3戦に先発し5回途中まで投げ4、失点だったが、その後チームが逆転勝利を挙げたため勝敗はつかなかった。2016年は、ナルセ・ヨシヒサ、ルーキー・ハラ・ジュリラとのローテーション争いに負け、初の中継ぎを経験するも結果を残せずに軍落ち、 その後先発として6月19日に一軍復帰したが、怪我により離脱。秋に復帰し勝ち星を挙げた。防御率はキャリア最低ながら、勝ち星はキャリア最短の参照を挙げた。オフに背番号を58へ変更。2017年の元日に元モーニング娘。5期メンバーでテレビ東京アナウンサーの今野あさみと結婚したことが、 テレビ、東京公式サイトで発表された。4月6日の大半新戦は、延長10回からイニングをまたいで登板。10回はランナーを出しながらも無失点に抑えたが、続く11回、原口文人に、プロ入り初となる、サヨナラホームランを献上し、シーズン初黒星を起死した。7月24日、八木翔子との交換トレードで、北海道日本ハムファイターズへ移籍。 背番号は57。移籍後は、ヤクルト時代からの右肩痛のために一軍での登板がなく、リハビリを行っていた。2018年7月21日の福岡、ソフトバンク戦で移籍後初登板、初先発をすると、5回を無安打無失点に抑え、移籍後初勝利を記録した。また、この勝利は、 日本ハムの北海道移転後初めての地元出身選手による先発勝利でもあった。2019年は故障の影響で当番間隔を空けながらの起用となったが、自己最多の4勝を挙げた。2020年は2019年よりも短い当番間隔で先発として投げていたが、シーズン終盤には抑えとして起用され、11月9日の千葉ロッテマリーンズ戦にて、 プロ初セーブを記録した。シーズン成績は、新型コロナウイルスの影響で開幕が延期となった、ため、例年より短いシーズンであったが自己最多の7勝を上げ、5敗1セーブ防御率3.13で終えた。2021年は、開幕から抑えとして起用されていたが、不安定な投球が目立ち4月29日、一軍登録を抹消。 5月11日に再び一軍登録された。肘を柔らかく使った玉持ち良いフォームのスリークオーターから最速時速1 5 6トルのストレートとスライダー、フォークボールを操る。大学4年間で東都大学一部リーグでは通算144イニング3分の1を投げ、四死球は22個と制球力も評価が高い。杉浦自身は 自らのスタイルを切れの良い、まっすぐをしっかりとコーナーに投げ分け、打ち取っていくと述べている。また、2014年1月に埼玉県戸田市のヤクルトの寮に入寮した際、友人からプレゼントされた地元、帯広の焼酎と勝ち無敗を持参し、シーズン受賞したら飲もうかな無敗でいければ一番いいと語った。愛称は、杉。 北海道日本ハム遺跡後の2017年9月に女児が誕生。2019年2月には男児が誕生。2021年8月に第3子となる男児誕生。ありがとうございます。